た。事件が起きまして。ネコバス？やばい、ちょっとこれ緊急だ。これは緊急だ。ちょっとこれはさすがに緊急で動画を回さざるを得ない状態だ。ちょっとすっごく緊急な話させていただくんですけど。もしかしたら今日、めっちゃ漏れてるかもしれない。バタリチャンネル。ポイティ。どうしよう、ちょっと待って、緊急。わわ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 って。あ、こんにちは。ごめんなさい、ちょっと、家で暇すぎて。さっきまではね、Google フォームとずっと喋ってたんですけど、ちょっとさすがにちょっと飽きちゃって、今ちょっと喋る相手を君に、乗り換えたところです。まあ、この前大学が始まりまして。あ、4年目の？あ、まあ、留年中の？大学。あ、すごい、今、超特急で私の自己紹介しちゃった。友達がいない留年している、今、3年生。あ、本当は4年の代の、大学生なんですけど、夏休みが終わってね、始まったわけなんですよ。で、ちょっと、さすがに、夏休み明け、ちょっとモチベを保ちたいなと思って、なんか、こう、モチベ上げていきたいなと思って、その夏休みが明ける前に、その髪をね、ちょっと、美容院なんか行っちゃったり、あと、眉毛もちょっと整えに行っちゃったり、あとネイルも変えちゃったりなんて言ったりして、ちょっと新学期イメチェン狙っちゃおうかなと思ったんですけど、まあよく考えたら、その学校に行ったところで私のイメージ、前のイメージを知っている人がいないというかね、コミュニケーションを交わす相手がいないので、別に私がイメチェンしたとて、という、素晴らしい事実に気づいてしまった、今日この頃なんですけど。何？びっくりした、何？幽霊はいるみたいですね、ここの。そう、でも黒髪にしたんです。なんでかっていうと、就活みたいなのが、なんか、この、なんかぼちぼちね、なんか全国キャンペーンで始まるらしくて。まあ私は1年遅れを取ってるんで、もう私の、ね、私はもう本来もう結構佳境に入ってる台のはず。なんかすごいさ、なんかこうなってない？なんかカマキリみたいで可愛い。佳境に入ったつか。もう本来ね結構終わってる台のはずなんですけど、ごめんなさい、なんかこの森スポットで話しちゃって。まあね、私は結構ちょっと余裕ぶっかまして1年ねステイしてみたんですけど。なんかそろそろ結構周りがスーツ着出してて、まあ、周りって言っても知らない人だけどね。何？同学年の授業の時にすごいスーツで出席してる人が結構多くなってきて、これはやばいなと。ちょっと姿勢だけでも黒髪にしてみようかなと思って、ちょっとねシックな感じにしてみました、仕上げてみました。ね、なんかそんなこと言ってたら、なんかね、その学期明けすぐに、なんだっけな、なんか、就活アドバイス講座みたいなのが、なんか募集案内みたいなのが、なんか、学校から来て、なんか、これ受けてた方がいいですよ、みたいな。なんか、受けに行ってみたらどうですかみたいなのが来て、なんか、その、なんか、挑発まあ、乗ってやろうかなと思って、ちょっと、一回ちょっと、前回、まあね、夏前に、ちょっと心折れた就活ですが、ちょっともう一回、気合を入れ直して、やってみることにしました。なんでちょっとただね、本当情報網がない。なので、ちょっと皆さんと共有しつつ、逆にね、私からも情報提供しちゃうよ、みたいな心意気で、セミナーに行き、その感想を述べたいと思います。ということで、バタゲ、就活、エディションスタートです。ポイティ。はい、ということで、今からキラキラバシバシ就活キラキラに編集すべく化粧を進めていこうと思います。
今日はなんかその何陽光みたいなとこにどこにあの何あの服装スーツが好ましいって書いてたので絶対に今日はスーツ周りはスーツで着てるはず。これはもう裏切りのゲームだから前回みたいにはならないと思います。あ、前回っていうのはね、あの私があのスーツだろうと思ってねバシバシとスーツで行ったら周りが私服しかいなかったっていうあの悲劇。マジでなんだろう、なんかさもう本当にさなんかそのさ統一してほしいですよね。なんでこっちはさっさなんかいかんのって、あの暑い中スーツ着てたのに。てか今日もまだ暑くない？てかさもう最近暑すぎてさ冬になるの遅すぎてさもう本当に外に出る気力が失せる。まあそれは冬でも失せてるんですけど、私はスーツとパーカーの男性を見ることにたたけてるというかが生きがいの人間なのにさ、その期間はさ何少なくしてくれとんじゃんっていう話マジで。でいつもさ思うんだけどどこまで何化粧濃くしたらいいのかっていうのね、そこのせめぎ合いもまたありますよね。人柄がよく見えそうなレベルのメイクってどこで習得されてるんですか皆さん。まあ私はもともとね愛嬌たっぷりなお顔なの。じゃじゃーん、あ、おしゃれおしゃれおしゃれ今回もパンツスタイルでちょっとこれ上と下合ってるのかちょっとわかんないんですけど決めてみました。やっぱパンツスタイルもなんかできる女感あるかなと思ってちょっとやってみたんですけど、スーツってなんかちょっと着合わせしてみえないよ。これから一緒スーツで外でよっかな。なら働けって感じですよね。行ってきます。はい、皆様ご覧ください。こちらがね就活という名の希望の光へと向かっていくべく若者の姿です。ちょっとね気合を入れて歩いておりまして、まあ一見ねちょっとすごい真面目そうに見えますが、彼女はねこの道中ずっと村方ののかちゃんのベイビーシャークを聞いております。それゆえのこの顔ですね、はい、でなんかわからんけどこの行き道だけで2件の私の携帯に保険の勧誘の電話がかかってきました。うん、な縁起がいいですね。てかちょっとすごい風すごないなとんでもなく向かい風でございます。まるで私の人生を示唆しているかのようそんな風ですね。ただね私ちょっとここで少しひらめいてしまって、このただならぬ向かい風をこれを利用してなんかちょっと髪をねすごいかっこよくかき上げる中村アン風の就活生に扮してしまえばこれ一気にそのできる女感出てまうんちゃうんってちょっとそうひらめいてしまったんですね。そうこの向かい風利用してこんなかっこよくそうかき上げる何なんかちょっと違いますね。うん、ただちょっとのボサボサになっただけでしたね。ポイティ、はい、無事に到着。でも今日はねなんか学校が開催してるセミナーなんですけど、やっぱりなんかその服装指定が今日はあるからかやっぱねその周りにもそのスーツ姿で向かってる人が結構わんさかおりまして、その人たちはね今後の就活のライバルとなりし存在なので、まぁ、ちょっと多少睨みつけつつ威圧していきます。で本田さんもここまでスーツで歩いてきたってそれだけでもう暑すぎてもうちょっと滝汗かいてもうて、もうさっきまでの中村アン大作戦はどこやらちょっともう余裕なさそうすぎない、ちょっと大丈夫、ちょっとだいぶボサボサギリギリ就活生ですけども、ちょっとこれねセミナー会場に入るまではちょっと抑えたい。ちょっとなんかもうちょっとさ涼しげな顔してここ周りを威圧していきたいのにちょっとクソ、まあ、いざ心を落ち着かせて行ってきます。はい、終わりました。もう終わりですということでね、もういい、もうねもう早々に、はい、ご褒美のねミスドにやってきました。なんてカラフルなんでしょうね。もうさっきまでね私はもう周り見渡す限りリクルートブラックの殺風景な空間に閉じ込められてたもんですから、ちょっともうこのミスドのドーナツがねいつもよりより輝いて見えますね。もう何
色のオアシスって感じですね。はい、今日はねもうこのご褒美のためにあの来たようなもんですから、でもうこのために私朝ごはん抜きで家出てきたんで、もうコンディションはバッチリ。あ、そんでもってこれはちょっと頼みすぎなんじゃないかな、ちょっとねあの抑えてた欲望が解き放たれてしまいましたね。あれで麺も頼んでちょっと待ってるみたいです。ポイティ、こういうミスドってさこういう麺もめっちゃ美味しいからね、まあご褒美だし、まあ、しゃあないとしましょう。まあ、ちょっとね一人ではありますが、あのちょっとご覧いただいた通り、あのちょっと頼みすぎてしまって、あのトレイ2個分の、 あの分量になってしまったので、一人席だとちょっとあの溢れてしまいそうで、結構あの広めのねテーブル席をゲットさせていただきました。まあまだちょっと店内も結構空いてたから、まあまだ合法だと思う、これはあの合法です。この麺本当は頼む予定じゃなかったんですけど、ちょっとなんせねちょっと朝から何も食べてなかったもんで、ちょっとお腹空いちゃって、でこれ私頼んだのが なんだっけなんかルーローメンみたいなやつで、なんか今ちょうどねミスドが台湾フェアみたいなのやってて、ちょっと気になっちゃって、あの思わず買っちゃったんですけど、でこれ激うますぎてね、なんか角刈りのお肉がいっぱいゴロゴロ入ってて、もうほんとねもうなんていうんですか、ルーロー飯の麺っていう感じの、なんかさこういうワイシャツでさご飯食べてるとなんか社会人って感じしてかっこいいくない？やばい、うち社会人かも。そしてあのただねちょっと私ったらちょっとここで素晴らしい危機管理能力発揮してもうて、ちょっとねあすごいあのこのシャツに汁が飛びそうだなって、まあこの女のことだからね、ちょっとこれは100分の100の確率でこれ飛ばすなって思って、あのここでねあのこの頭をフル回転させて考えた結果、そうこのジャケットをこう羽織ればええんや、もうこれでねもう全てが解決しましたね、もう安心、もう安心して食べられる。ちょっとここでね一応気合を入れるためにちょっと紙でも食って、ちょっと本気社会人モード覚醒させたら思って、これを持って仕事のできる女バリキャリウーマンモード開花させてやります。ポイティ、私多分数年前のハロウィン前だったかなにもあのスーツでねあの OL のコスプレをしてミスドーで爆食いするっていうあの気色の悪い趣味をあのしてた時期があったんですけど、今はねもうこれコスプレじゃありませんから、もうれっきとしたあの合法のスーツ、合法の就活生ということでね、本当に あのありがたいですよね、法に触れなくなったというあのすごい大きな進歩だと思います。あで私今日本当はねあのこのご褒美として久しぶりにあのミスド食べ放題の方に、食べ放題があるお店に行こうと思ってたんですけど、ちょっとねもうその食べ放題に向けてその朝からご飯を抜いていたため、ちょっと極限までお腹が空き、あなんかとりあえずあご飯が食べたいなという気持ちになってしまい、じゃあ麺食うならもう食べ放題のとこ行かなくていいやっていう、そのなんかもうあのめんどくささも買ってしまい、あの結局ねあの心の中食べ放題にすることにしました。もう心の中だったらねこの麺も食べれるしドーナツも食べ放題っていう、あの一番自分、あすごいあのこう汁をこぼしてないことあのドヤ顔で伝えてくれました。縛りなく自分の好きなように食べられる、それこそ真の食べ放題なのではないかという、あのちょっと哲学の話になっちゃいましたね、ごめんなさい。まあ、というわけでもうこれ今心の中の食べ放題をしています。今日は心の中食べ放題です。あつまりあの、まあ、食べ放題ではないです。備えしてねあの麺をひとしきり楽しみまして、ちょっと一回あのドーナツのターン挟んでまおうかななんて思ってた矢先、あのちょっとここで事件が起きまして、あのねこれ私が座ってた席がこれ結構もう入り口に近いところだったんですけど、ちょっとここでねあのま、5、6人組の女子高校生集団、まあ、つまりは恐怖という概念の塊がご来店なさりまして、
で、その方たちがまあスッとね、そのドーナツを取り始めると思いきや、なんかね、まだなんかその意思が決まってないらしくて、この私の目の前ですごいあのメニューを悩み始められたんですね。なんか、私この麺にしようかな、あでも私なんか流れるかなみたいな、どうしよう、待って これさ、全然ここまで私気にしてなかったけど、これ私今これ旗から見たらよ、なんかその何なんか就活のストレスからミスドで爆食いしてるなんかぼっち就活生みたいな感じに思われるんじゃないかって思って、ちょっとあのやめてほしい、早くあの向こうに行ってほしい、あの どっかあの どっか行け、はい、あの JK ハリケーンを乗り越えましてね、ちょっと私の心にもあの凪が取り戻されたところで、もうねやっとこさね、この落ち着いてドーナツタイム聞かせていこうと、どこと、とうとう、もう、皆さんこれ食べました？このミスドの芋たち。もうあの、私ね、多分ここ数年はもう絶対食べてるね。もうなんかもう一種の義務なんでね。もうこの時期のこのミスドをいただくっていうのは義務なんですよ、私にとって。てか国民にとって三大義務のあのプラスアルファで入ってた気がするんですけど。でも今年はね、ちょっとなんかちょっと出遅れてしまった感はちょっと否めませんが、いや、やっと食べれる。お待たせ。ほんで、まずこれがなんか、なんだっけな、なんか、なんかです。なんだっけ、あの、塩バター、さつまいも塩バターみたいなやつで、なんかこれ、ポンデリングの見た目して、なんかオールドファッションのポンデリングみたいな感じで、すっごい、そんなの罪だよね。なんかバター、塩、さつまいもなんてやってられたら罪です。という気持ちでちょっと半切れになりながら食べました。こんなん美味しい。なんか最近思うのはさ、なんか最近ってなんかすごい世の中なんか何なんか体鍛えブームみたいな、なんか自分に厳しくブームみたいな、自分に厳しいものがなんか正義みたいな感じの世の中じゃないですか。でも違うと思う。この自分のストレスをさ、うまくこの食べ物を使ってこううまいようにこう調整していく、こう消化していく、それってめっちゃ偉いことじゃないって私は思ってて、なんか世の中の風潮的にさ、なんか甘えは負けみたいな、逃げみたいなこと言われてますけど、あ、言われてるかちょっと分かんないですけど、なんかそういうやつらに言いたいよね。そろそろ自堕落ブーム来るかなって、てめえら覚悟しとけよって、思います。これはあのブリュレみたいなやつだったかしら、なんかちょっと前あの流行ってたじゃないですか、なんか焼きポンデリングみたいなやつ、そのポンデリング焼いて表面カリカリなるよみたいな、あんな感じですごい表面がねカリカリのものでした。これめっちゃ美味しかった、マジでね、その焼きポンデリングって感じ。まあ私は、ね、焼きポンデリング食べたことないんでちょっとわかんないですけど。わたげチャンネルボディ。ちょっとここでね、ちょっと私周りを見ててちょっと気づいた、察したことがあるんですけど、なんだか急にね店内がちょっと混んできまして、で私今回ねその注文の量がトレイ2個分だったもので、この2人掛け席に座らせてもらってたんですけど、まあ、この1人の分際でねおこがましながら、ただちょっとこの混み具合ではちょっとこのままこの席に座るのもちょっと気が引けてきたので、ちょっとカウンターの方に移ろうと、そういう作戦を大作戦立てまして、ただちょっとこのままでは映れない、このトレイを一つ分にまとめてから映らなければならないということで、この残ってた麺の方をね片付けなければと思いまして、もう急いでこの麺 の吸引を開始いたしました。もうダイソン並み、もう唐突な早食い大会決勝戦。ただなんかさ、こうやって急いで食べてるとさ、なんかその普段会社で働いてるサラリーマンの方とかもさ、こうやってなんかお昼休みのなんか限られた時間で皆さん急いで食べてらっしゃるじゃないですか。だからなんかちょっと、これなんかギリ社会人体験できちゃってるんじゃないと思って、なんかちょっとこれも就活の一環になってるんじゃないかなって思いましたね。はい、無事にね席替えを果たして落ち着く空間に着地。ちょっとさっきのね話題に戻るんですけども、今日ちょうどさっきね、ここに来るまでの道のりで、そのなんかお昼時のサラリーマンの方がいっぱいいて、まあ、その方たちを見て思ったんですけど、なんかさ、その普段さ、その街中でお昼時に見かけるそのスーツ姿でご飯食べてる方たちって、なんかみんなそのなんか立ち食いとか、なんかすごい慌てて食べてたりして、なんかみんなすごいなんか急いで食べてるやん。ちょっと言い方合ってるか分かんないけど、あれは何なのさ、ちょっと大変そうすぎるのだけれども、あれは
あとなんか上司の付き合いとかでさ、なんか一緒にご飯とかもあるんやろ。そうなんでしゃろ。それ社会人ってみんなそういうもんなの。ちょっとさ、なんかもう先が思いやられすぎないか。私そんな会社とか行ったら絶対ぼっち飯じゃなきゃダメなのだが、そこ世の中の人ってどうしてるんだろう。でなんかこの前ね、ママゲ、私のママゲさんが言ってた話なんですけど、ママゲさんが言ってたことなんで、本当かどうかはちょっとわかんないですけど、なんかその世の中のその会社勤めの人でなんかアンケート取ったら、なんか7割の人がお昼ご飯一人で食べたいと思ってるらしいみたいな、そういう統計があるらしいんですね。じゃあもう一人で食べたらよくないって。なんでそんなさ、一人で食べたい人が多い中でこんななんかぼっち飯は、ね、寂しいみたいな、言われなんかイメージがまだ根強く残ってるんだろうって、私国に提出しようかなって最近思うんですけど、どうですか。ほんでね、今日参加してきて一体どんな話があったのかっていうと、なんかさ、その企業の方がいろいろとその就活のコツなり、3年生やるべきことなり、あとなんかその心意気なり、なんかすごい熱弁してくれるのを、それは今日は私はただ聞いて、なんか質問タイムみたいな感じのやつをおのおのするみたいな流れだったんですけど、具体的になんかインターンシップや会社説明会に積極的に参加して、なんかその企業がどんな方針を持ってるのか、そしてなんか自分とその企業はどんな共通点があるのかを見つけられるか、それを見つけることがマストです。それが一番の鍵なのです。みたいな話とかがあって、私それ聞いて、その自分と企業のその共通点とかあるもんですか、そんなものは。私そんな企業が掲げてるみたい なんかそんな大層な方針を持って就活とかしてないなって。ていうか人間って就活する理由なんて、なんかお金を稼いで将来に備えるため以外の何者でもなくないかって、いろいろ思ってしもて。で、その周りの人たちってどんな熱量で、どんな目的でみんな、そんな就活頑張れてるんだろうって、またそこら辺ちょっとネガティブにちょっと考えちゃったりとかしちゃったりして、でちょっと機嫌が悪くなりそうだったため、今のねこのドーナツパーティーに至るっていうわけなんですけれども、いや分かってるのよ。もうね、この大学3年の秋ですわ。もうこんなこと言うてる暇ないってのはもう分かってるんです。でもさ、私にとって、自分の機嫌取りの、ぼっち外食の時間、これはね、どうしても削れません。もう、最優先。もう睡眠時間を削ってでも確保したいところ。いや、それはそう。全然そう。いや、一番は、寝たいです。それはそう。いや、でもさ、こういう自分いたわりタイム、こりゃ必要やん。もうこんなね、日中にその自由気ままに一人過ごせるなんて、もう大学生のうちくらいじゃないですか。その大学卒業後に無事働けたらの話ですけれども、だからその仮にでも今しかないこの期間に、自分もいたわらなあかんし、もっと自分のしたいことを見つけて無我夢中で追いかけなあかん。そんな中就活なんてちょっと無理やって、ほんまに。でさっきらのちょっと気になってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、今日はちょっと就活ということで、ちょっとできる女感を出してちょっと周りを威圧したかったので、今日のメガネも持ってきまして、ちょっと記念につけてみたりとかしてるんですけど、なんかできる女感というよりかは、ちょっとただもうよりいいな感じになってしまうので、ちょっとあんましっくりこなくてね、ずっと付け外しして何回か挑戦してみてるんですけど、なんかやっぱ違うよな。ほんでしばらく冒頭ドーナツ食べておりましたら、ちょっと私の席の後ろにね、学校帰りの男子高校生集団が私の後ろに鎮座されたんです。ちょっとこれは何だろう、なんかちょっと格好つけたいと思ってしまい、
特にまあやることもなかったんですけど、ちょっとパソコンを開いてみました。で、メガネもかけて、ちょっとなんかこう、なんだろう、昼休憩にミスドで仕事をはかどらせる女みたいな、ちょっと空気を醸し出して、その男子高校生をこの中圧倒させたいみたいな気持ちになってしまい、ちょっと気持ち悪いシミが出てしまって本当にごめんなさい。でも無駄に絡んだりとかしてないんでね、話しかけたりとかしてないんで、これ犯罪には、これ法とかには触れないですよね。違法ではないですよね。よかったよかった、合法の範疇。ポリティ。ちょっと全然違う話なんですけど、ちょっと私の最近の悩みっていうか、なんかちょっとすごく困ってることがあって、なんかね、そのなんか最近その、まあ、大学のその教授宛てだったりとか、まあちょっとまあ違う場面でも、なんかそのなんか目上の人に対して、そのなんかちょっとかしこまったメールみたいなのを送る機会がなんかちょっと増えて、まあ、ただちょっと前も言ったかもしれないんですけど、私そういうなんかビジネス敬語とかさ全然わかんないから、なんかそういうなんかかしこまった言い換えとかが全くその頭の中に入ってないからさ、まあ、いちいち調べて、なんか何々でいいですか敬語言い換えとかさ、何々聞くとき敬語とかってなんかいちいち調べて打ってるんですけど、なんかそういうメールで使う言葉遣いってさ、日常じゃ全然使わないこととか多いやん。なんかそれで言うと、私が最近覚えたのがなんか、ご放念くださいとかさ、ご教示くださいとかさ、それさ普通に言って伝わらんくないって、それ一回はググらなわからんみたいな言葉遣いあるじゃないですか。なんかそういうさ、なんかもうきっちりしすぎてるっていうか、なんかかしこまりすぎてる言葉をさ、なんか自分が使うっていうのがなんかすごい恥ずかしく感じちゃうんよね。わかりません、この気持ち。なんかさ、なんかそのメール受け取る側がさ、なんかこの子めっちゃ頑張って敬語使ってるんやなみたいなって思われるんじゃないかとか、絶対ご放念くださいとか最近覚えたんやろうな頑張ってる頑張ってるって絶対思われてるなとか、なんかいろいろ考えちゃって、だったらなんかもう元から何も知らない体でちょっと話し言葉で書いちゃおうかなとか、なんかそこでいつもさ奮闘しちゃってさ、こんなやつ絶対社会人に向いてなくない？やっぱりもう私も地面師になるしかないのかもしれない。まあなんてね、また考えすぎるとね、またいらんことを考えてしまうので、コーヒーを、こうやってねコーヒーをいただきながら外の人間観察を無心ですることで、余計な心配をせずにただ穏やかに時が経つのを待つ、そんな一人の優雅な午後を過ごしました。ポリティ、ポリティ、帰還したよ。ごめんなさい、すっごい化粧が映ってるね。ちょっと待って、この画角でいいですか？ダメですね、ちょっとどうしよう。これお姉ちゃんの T シャツだった、勝手にパクってのバレる、ごめんなさい。まあ見てないか。さっき夜ご飯食べて、今デザートを食べます。こいつ最近ハマってんの、これエンドウ豆の、なんか私ずっと豆乳ヨーグルトもうここ1年ぐらい食べてるんですけど、大好きで、これ普通に味が好きで食べてたんだけど、これね、これ私がずっと発売が決まった時からもうずっと発売をね心待ちにして、いつ発売、3月26日発売からの全国発売、スーパーに並び始める、だから絶対チェックしよう、チェックしようと思って、もうあと何日って待ってたけど、全然発売日を過ぎてもスーパーに現れなかったこのエンドウ豆ヨーグルト、俺が最近ようやく、ね、手に入るようになって、それで最近食べてるんですけど、マジで豆なの、もう豆って感じ、だから豆嫌いな人絶対食べない。をキウイとブルーベリーとラカントで和えたものです。さっきねちょっとジャンクなもの食べちゃったから、ちょっと総裁しようという帳尻合わせですなんか私いつもさ、こういうのなんかオリジナルでうまオリジナルデザートをさ説明もなしに食べてたらさ、なんかこの前なんかコメントでなんかドブク、なんかなんでヘドロ食べてるんですかみたいなコメントいただいて、確かにと思って、排水口のヘドロを食べる妖怪と化してしまったんですけど、違うんです、あれはケールとバナナをガーってやったやつちょっと私ちょっととある事情があって、でこれからちょっと数日間
ジャンクなもの、ジャンク禁止生活が始まってしまって、まあ、あ、さっきの最後の晩餐、晩、昼さんだったので、仕方ないんですけど、まあ、こんな感じでやってます。待って、何の話をしてたんだっけ？何の話しようと思ってたんだっけ？ちょっと忘れちゃった。うん。風呂入ってきたにだ。ちょっとこれ、言うか迷ってたんですけど、なんか最近本当に寝れなすぎて、睡眠導入の薬を最近飲み始めたんですけど、それがね、飲んでから30分効かないの。だからちょっとその30分を使って、皆さんのお悩みに共感する時間にしたいと思います。時間の有効活用やな。ゲゲ、お悩み共感室。今日も皆様の、お悩みに。待って、100億年ライブの動画上がった。ちょっと待って、見たい。いつもインスタの DM でね、皆さんから、お悩みをね、ご相談いただいてる中、ちょっと眠くない？あ、寝れるかな？寝ない。寝ないよ。この中で、就活関係のやつをちょっと今回、一個一個アップさせていただくんですけど、私は現在大学3年生で実際就活中ですって、私と3年生で一緒なのにもう就活してる。夏休みにとりあえず何か就活しないとという焦りから適当に家で受けられるインターン何度か受け過ごしました。その後インターンでなんかいろいろなんかすごくない？すごいと思う。拍手を今多分みんな送ってるよ。みんな送ってる。もう、いいよ。で、なんか嬉しかった反面、自己分析で自分と向き合うことも、他者に自分のことを伝えることが苦手で悲しくなってしまい、逃げたくなりました。自分が就職できるか不安だし、自分が何やりたいのか迷子になっている中で、友達は対面の面接にいて堂々としてる姿を見ると自分が情けなくなって、ねえ、なんかさ、みんなやっぱそうだよ。そうだよ。だって、本当になんかうちもさ、ぼんやりとさ、うわ、こういうことしたいなと思って大学行って、大学卒業してこういう仕事しようかな、みたいな、すっごい、もう、なんかそのなんか明確なあれじゃないよ。なんかすっごいぼんやりとした、像、エレファントじゃないよ。像を持って、なんか過ごしてたけど、なんか、いざこう就活みたいなのを考え始めるとさ、何自己分析って何自分を分析？自分、なんもねえじゃん。やりたいことなくねみたいな、なんかどんどん自分の空っぽさを実感する期間っていうかさ、何なんだろうね。何なんだろうね。幻覚？何？なんか今撮ったよね。なんか今通ったよね。なんか今通ったよね。猫バス？なんかさ、その私の地元の、その元々ね、中学、高校が一緒だった人。別に繋がってるわけじゃないんですけど、時々インスタとかを盗み見に行ったりしてるんですね、ステアカで。そしたらなんかみんなさ、なんか専門とか、もうなんか、看護の学校とか、あとなんか教職？そうなんかもう資格取ってたりとかさ、そういうなんかもう手に職つけてる人、もうすでに。でもうなんかなんかそういう看護の学校とか行ってたらもうなんか就職とかもさ、その看護師になるとか、そういうな、その教員目指してる人はさ、その教員免許取るとか、なんかもうみんなもう明確になんかもう道が開けててさ、なんかもう就職先決まってる人とか、まあ私の第一個上だからさ、私よりも、もう決まってて、なんか、何？なんかさ、その、就職決まりましたとは投稿してないけどさ、なんかその、投稿の一枚でさ、なんか、採用おめでとうみたいな、なんか、プレートで、その、就活が終わったことを伝える、何、さりげなく、私はもう、勝ち組ですみたいなのを伝える、その、投稿とか見ちゃったりしてさ、ああ、なんで私は、自分で、自ら傷つきに行ってるんだろうみたいなの。で、病んだりとかしてるんですけど、私。
そうだよね、みんなも。そうかな。マジわかる。やっぱさ、周り、なんかこの私でも周りを気にしてしまうってことはさ、その人脈がある子はもっと気にするでしょ、絶対。普段のそのさ、ストーリーとかでボンボコ出てくるわけでしょ、そういう周りの近況が。震え、想像しただけで震え。えぐいね、えぐい、やだやだ。え、これ私な、何を、あ、なんかことづてすればいいのかな。最後まで読んでくれてありがとうって言われて、あ、読んだことでよかったみたいです。何もアドバイスできなかったけど、ちょっとまあそういうコーナーなんでね、今度ごめんなさい本当に。わかる。なんかすごい謝罪動画みたいな価格、どうしよう。ちょっとなんか謝っとこうかな。なんかその看護の学校とかめっちゃ大変って言うじゃないですか。なんかその DM いただく中でもさ、すごいなんか実習が大変で、みたいな。もう追われてて、みたいな。すごいいただくし。なんかもうそういう TikTok とかよく見るしさ、看護学校の闇みたいな。だからなんか教員のなんか大変さ、みたいな。よく見るけどさ、最近そのなんかそういうの見てて思うことがさ、やっぱそういうなんか周りの人たちって なんだみんなその将来自分の将来に対して夢を持って、 I have a dream、 夢を持って、ごめんなさい突然のキングボクシー、その夢を持って就活してるのかな、みんな。そのなんか就活に対してすごいキラキラしたイメージを持ってしてるんかな、周りの人って。私はしてない、正直。こんなことを言ってるのを見つかったら分かんない、マイナスになるかもしれないけど、はい、正直ちょっともう分からないけど、みんななんかその向上心を持って、私はここに入りたくて、これがやりたくて、みたいな、そういうポジティブマインドでみんなできてるもんなのかな。え、そういう人っているの。え、でもさ、そういうやっぱりさ、なんか保育士さんになりたいとかさ、教師になりたいとかいう人ってさ、方々ってさ、そういうやっぱ昔その自分の学生時代とか幼少期時代にその先生に対してはそういう憧れがあったからなろうって思うもんなのかなと思って、すごいさ、いい先生に恵まれて過ごしてきたのかな。やっぱそういうさ、なんかやっぱ憧れの対象があったらさ、こうなんかちょっとキラキ、まあ絶対辛いことはあるだろうけどさ、多少キラキラなイメージを持って就活できるんかなと思う。とか、それっていいことだよなと思って。なんか、きっと、まあ私はね、ちょっとこう、中高時代、ちょっと先生に対するね、あのイメージがめちゃくちゃ悪い。ちょっと前日時代、ちょっと怖かった。ちょっと。まあっていうこともあるので、なんかそう、なんか、そういうなんか憧れの職業を見つけられることってすごい羨ましいよね。まあ、でも見つけられただけではさ、その自分の何、また適性とさ合わないとかさ、またその自己分析を通して、あ、やっぱ私これ向いてないかと、なんかそういうなんか層が生まれてきちゃったとかさ、やっぱそのなんか何、やっぱその何、現実と理想はやっぱ違うっていうから、やっぱそこも難しいことだなと思います。私は何も語りません、ごめんなさい。私が何も語る権利はない。でもね、本当難しいなって思います。なんかもうやめるね、こういうこと言うの。もう暗い動画やめるね。ハッピーに行こうってか、ちょっとずつ眠くなってきたからもう寝ようかな。でもなんか私がまた前別で受けたなんか学校のなんか何、なんかその卒業生がなんか私の就活について語りますみたいなやつを受けてきたんですけど、なんかその人はなんか3年生の冬から冬に初めあのその就活っていうものを始めましたみたいなこと言ってて、でも結構なんか大企業、なんかすごい成功者として、なんか成功者の顔をして話してたから、多分きっと成功したんだろうけど、だから別にまだ焦るフェーズではないと思ってる。だからそれで当初にすごい感化されて、あ、まだ全然いけるんだと思ってちょっとぐうたらしてます今。まあ多分皆さんでもこれを見てね、何こいつ、なんか、あ、誰とこと言ってるんだと思った人、思う人も多分、大勢いると思う。ごめんなさい。でもちょっと多分ね、人それぞれだから、おのおの、やまずに、いや、やむ。やんでも、自分を、鼓舞して、ごめんなさい、ちょっと素敵単位がバレる。ちょっとのんびり、
頑張りましょうということでした。何もまとまらないし、なんで私はこんな夜中に一人で喋っているのだろう。明日起きたらバリキャリウーマンになってますように。